毎日アーモンドを食べ続けたら、アーモンドをはじめとして種子類やナッツ類を日常的に食べるということは、私たちの健康や美容にとても大きな効果をもたらしてくれるんです。でも本当にこれらの食品は私たちの体を変身させてくれるんでしょうか？一体どんな変化が現れるんでしょう？気になる人は動画を最後までご覧くださいね。始める前にお知らせです。ブライトサイドのチャンネル登録と通知のオンをお願いします。新しい動画はまだまだたくさんありますよ。ではまず手始めにアーモンドから始めましょう。健康的な食生活を目指すあなたにとってアーモンドは間違いなし。数多くの研究によってアーモンドは血中の脂質レベルを正常化させるだけでなく、糖尿病患者の循環器疾患リスクを低下させるということが明らかになっています。アーモンドは体内の脂質レベルを低下させるため、減量にも奇跡のような効果を発揮します。またあなたに満腹感を与える動物性タンパク質の代わりとしても機能するため、食べ過ぎを防ぎます。専門家によれば、アーモンドを1日20粒食べるというだけでこれら全ての健康的な効果を得られるのだといいます。最も良いアーモンドの利用法は間食として食べること。覚えておきたいことは、ローマは1日にしてならず。夢見る効果が現れ始めるまでには、この習慣をしばらく継続する必要があります。忍耐強く続ければ自分の健康が良くなる実感が得られるはずです。保証しますよ。でも自分の健康や美容を良くしてくれるこのような効果はアーモンドだけのものなんでしょうか？いいえ、違います。その他のナッツ類や種子類にだって同じくらい大きな効果があるんですよ。しかもそれらはあなたのニーズに合わせて、場合によってはアーモンドを超える力を発揮するんです。さあ、この他の木の実の効果を見ていきましょう。アマニ。インドの国立酪農研究所の調査によると、アマニはその化学組成によって体のシステムの全てに同時に作用し、それによりあなたの健康を改善してくれるということが明らかになっています。この魔法のような効果はアマニに含まれるフィトエストロゲンと呼ばれる天然ホルモンによるもの。乳がんや前立腺がんといった悪性腫瘍と戦う力を持っています。種子に含まれる食物繊維が胃を守り、胃の膨張を抑えます。でもそれだけではありません。潰したアマニ小さじ1杯にはなんとオメガ3系脂肪酸が 2g も含まれているんです。この脂肪酸はあなたの循環器を最高の状態に整えます。様々な成分がふんだんに含まれているアマニ、一度食事に取り入れてみてはいかがでしょう。ごま。オーストラリアのグリフィス大学の研究者によると、ごまの化学組成は血圧を下げ、脳卒中や心臓発作、腎不全などのリスクを低下させるのだそうです。さらにごまには抗酸化物質がたっぷり。この物質はコレステロール値を大きく下げ、しかも他の食品にはあまり見られません。さらにはごまに含まれる豊富な脂質があなたの肌や髪、爪の状態を改善します。ごまの助けを得ることができれば心身ともに元気いっぱいになりますよ。パンプキンシード。パンプキンシードにはアルギニンが豊富に含まれ、血管を拡張することで血流を改善し、高血圧症を予防します。パンプキンシードのカロリーは高めではあるものの、タンパク質を豊富に含むため体に吸収された後、血糖値を正常化させ全てのバランスを整えてくれます。またビタミン A やビタミン E も豊富で、お肌に弾力を与えてくれます。パンプキンシードが美容業界の秘密兵器だという事実もうなずけちゃいますよね。くるみ。オーストラリアのラ・トローブ大学の研究者たちは、くるみに含まれるミネラルが循環器疾患や冠状動脈性心疾患のリスクを低下させるという研究結果を発表しました。またくるみはトコフェロールと呼ばれる自然物質の効果によって、老化に伴う障害の症状や男性の前立腺がんのリスクを低下させるということも分かっています。スクラントン大学のジョー・ビンソン博士によれば、1日にくるみを7粒食べるだけでその恩恵の全てを受けることができるのだといいます。これはすぐにでも食べないと。サンフラワーシード。
サンフラワーシードは硫黄を含んだタンパク質が豊富で、筋肉組織や骨組織に非常に多くの恩恵を与えてくれるということが分かっています。パキスタンにある PMAS 乾燥地農業大学植物学部の研究者は、サンフラワーシードは気管支や肺の感染症の予防に非常に大きな効果を発揮すると主張しています。この効果は含まれる抗酸化物質、抗菌物質、そして抗炎症物質によってもたらされるのだといいます。これらすべての恩恵を受けたいという人は、サンフラワーシードを毎日 30g 食べるといいでしょう。ピスタチオ。ピスタチオに含まれる脂質やカロリーは他のナッツ類に比べてずっと低いんです。でもそれとは裏腹に、ピスタチオには不飽和脂肪酸、カリウム、カロテノイドがナッツ類で最も多く含まれています。これらの成分は体に抗酸化作用、抗炎症作用をもたらします。さらにニュートリションサイエンスソリューションズの専門家たちは、間食としてピスタチオを摂取することによって満腹感を長く持続させることができ、その結果体重を減少させることができると話しています。さらなる研究によれば、1日あたり42-85g、手のひら 1-2杯分のピスタチオを摂取することで、これらの効果を全て受けることができるということも分かっているんですよ。カシューナッツ。まず第一に、カシューナッツには貧血を防ぐために必要不可欠な鉄分が豊富に含まれています。また糖尿病患者には血糖値を正常化させるという効果が助けになります。カシューナッツの効果はまだまだありますよ。カシューナッツに含まれるリンとチアミンがあなたのエネルギーレベルを高め、平日の仕事を簡単に乗り切る手助けをしてくれるんです。そして抗炎症効果によって免疫系を強化し、体をインフルエンザなどから守ってくれます。これら全ての効果があるだなんて信じられます？体重コントロールの専門家ガルニ・シャルマ博士によれば、1日あたり 4-5 粒のカシューナッツを食べ続けるだけで、数週間後には目に見える効果が現れるんだそうですよ。ヘーゼルナッツ。ヘーゼルナッツは多くの人が好きですよね。その健康効果を知ってしまえば、あなたもその一員になってしまうかも。コネチカット大学の栄養学科の研究者たちは、ヘーゼルナッツに含まれる豊富なビタミン B が骨や筋肉を強化し、免疫を非常に高めるということを突き止めました。また含まれる有機酸がコレステロールレベルの増加を阻むため、あなたの循環器にも大きな恩恵を与えることになります。もうお分かりかもしれませんが、これによって循環器疾患を予防することができるんです。推奨するヘーゼルナッツの1日あたりの消費量は20粒。あとは彼らが勝手にあなたの体を健康にしてくれるというわけです。ピーナッツ。広く食べられているピーナッツ、ピーナッツだってたくさんの成分を秘めているんですよ。例えばポリフェノールが細胞への毒素の侵入を抑え、あなたを若く保ってくれます。リノール酸は高いコレステロール値を下げ、硬化症を予防します。ピーナッツを普段の食生活に取り入れることで高い効果を得ることが期待できます。ムンバイの科学技術研究所によれば、ピーナッツには空腹を沈めるという効果があります。ですから食事の合間の間食として摂取することで、食べる量を減らし減量することができるんですよ。ブラジルナッツ。含まれる豊富な食物繊維が腸内を掃除し、消化を大幅に改善するということが、コネチカット大学の栄養学科の研究によって分かっています。また含まれるセレニウムは免疫系の細胞の生成において大きな役割を占めています。ナッツに含まれる不飽和脂肪は血糖値を劇的に下げ、体を糖尿病やアテローム性動脈硬化症から守ります。もう興味が湧いてきましたか？アメリカンジャーナルオブクリニカルニュートリションが推奨する1日の摂取量は2粒。たったの2粒ですよ。ペカンナッツ。ペカンナッツは高カロリー、でもカロリーは私たちのエネルギーの源、なくてはならないものです。ペカンナッツのビタミン E は太陽の放射線といった環境から私たちの体を守る役割を果たします。またあなたの髪や肌、
爪を美しく保ってくれるビタミン B を豊富に含んでいます。このナッツの化学組成は男性のテストステロン量を正常化させ、女性の健康にも良い効果をもたらします。ペカンナッツを食べる生活はより良い健康への近道です。チアシード。最後に紹介するのは小さな小さなチアシード。この種一粒のパンチは強烈。オメガ6系脂肪酸、オメガ3系脂肪酸を豊富に含み、コレステロール値を下げ、血栓を予防することで心臓や血管の安全を守ります。またその他の主要成分であるビタミン B はお肌のトラブルも解決してくれますよ。チアシードは女性に高い効果を発揮してくれ、特に更年期の女性におすすめです。研究によって明らかになっているチアシードの推奨消費量は1日あたり 30g。 これらのリストのどのナッツを選んでもあなたの体には良い変化がすぐに現れることでしょう。ただし覚えておきたいことは、ナッツ類や種子類のカロリーは高いため節度はしっかり守ってくださいね。ほとんどのナッツに関しては1日あたり 30g 以下という推奨量をよく守るようにしてください。これらのナッツのうちあなたが一番好きなナッツはどれですか？コメント欄で教えてくださいね。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。